クロード・ニコリエはスイス人で初めての宇宙飛行士である。ブベイ出身。スペースシャトルのミッションで4度宇宙飛行した。最初の宇宙飛行は1992年の STS-46 で最後の宇宙飛行は1999年の STS-103 だった。STS-61 と STS-103。 の二度のハープル宇宙望遠鏡サービスミッションに参加した。最後の宇宙飛行では宇宙遊泳も行い、スペースシャトルのミッションで宇宙遊泳を行った初めての欧州、宇宙機関所属の宇宙飛行士となった。2000年には、ヒューストンのリードエサアストロノートの地位にありながら、アストロノートオフィスエクストレビー引きアラーアクティビティブランチに配属された。ニコリエは、 2007年4月にエッサを退職した。2007年3月28日にスイス連邦工科大学ローザンル校の宇宙技術の教授に就任した。また2016年に解散するまでスイススペースシステムズのエクスパートボードメンバーを務めた。ニコリエは1944年9月2日に生まれた。1962年に ローザンヌの高校を卒業すると、ローザンヌ大学で物理学を学び、1970年に学士号を取った。その後、1970年から1973年まで、大学の天文学研究所とジュネーブ天文台で研究を行い、1975年にジュネーブ大学から天体物理学の修士号を得た。並行して、1966年に、 スイス空軍のパイロットとなり、第5飛行隊でォーカーハンターに乗った。ジェット機で4000時間を含む5600時間の飛行経験を持つ。1988年にイギリスの帝国テストパイロット学校を卒業した。2004年にスイス連邦工科大学ローザンル校で教え始め、2007年3月に教授となった。非常勤での学術研究と並行して、 チューリヒのスイスエアートランスポートスクールに通い、1974年に航空会社のパイロットとなり、スイス航空のマクドネルダグラス DC-9 に乗った。1976年末にノールドアイクにあるエサの宇宙科学部門のフェローとなり、そこで様々な空中赤外線天文学プログラムに関わった。1978年7月、彼はエサにより、 ヨーロッパ人宇宙飛行士の最初のグループの一人に選ばれた。エサとアメリカ航空宇宙局の合意の下1980年5月に NASA の宇宙飛行士候補に選ばれ、ミッションスペシャリストとして訓練を受けた。NASA では、シャトルアビオニクス統合施設での飛行ソフトウェアの検証、テザー推進衛星の回収手法の開発、シャトルリモートマニピュレータシステムや、 国際宇宙ステーションのロボットのサポート等の業務が割り当てられた。1996年春から1998年末までアストロノートオフィスロボティクスブランチの長を務めた。2000年以降はヒューストンのリードエサアストロノートの地位にありながらアストロノートオフィスエクストレビー引きアラーアクティビティブランチに配属された。ニコリエは2007年4月にエッサを退職した。 彼は、スイス天文学会、太平洋天文学会、スイスエアフォースアフィサースソサイティ及び、スイスアカデミー・オブ・エンジニアリング・サイエンシズの会員であり、英国惑星環境会のフェローである。また、スイスエアロ・クラブ、スイスソサイティ・オブ・エンジニアーズ・アンド・アーキテクツ、スイス・アストロノミー・デー・ソサイティの名誉会員である。ニコリエは、8時間10分の宇宙遊泳を含め、 1000時間以上を宇宙で過ごした。4種類の異なるオービタによる4度のミッションでミッションスペシャリストを務めた。ニコリエの最初の宇宙飛行は1985年11月に予定されていた STS-51H になるはずだったが技術的な問題により中止となった。その後、ニコリエの最初の宇宙飛行は1986年10月の STS-61K が予定されたが、チャレンジャー号爆発事故を受けて中止となった。ニコリエは1992年に行われた STS-46 でミッションスペシャリストとしてスペースシャトルアトランティスに登場し8日間の初めての宇宙飛行を行った。乗組委員はエサのユレカと NASA とイタリア宇宙機関の共同プロジェクトである。 TSS-1 を放出した。2度目の宇宙飛行では、1993年に行われた STS-61 でスペースシャトルエンデバーに登場して10日間の宇宙飛行を行った。これは3年前に打ち上げられたハップル宇宙望遠鏡の最初のサービスミッションだった。1996年に行われた STS-75 では、 スペースシャトルコロンビアに登場し、STS-46 で放出した TSS-1 のフォローアップとして TSS-1R を放出した。ニコリエの最後の宇宙飛行として、1999年の STS-103 でスペースシャトルディスカバリーに登場し、8日間のミッションを行った。ハップル宇宙望遠鏡の3度目のサービスミッションで、 ニコイリは8時間の宇宙遊泳を行った。これはエサ所属の宇宙飛行士がスペースシャトルのミッションで行った初めての宇宙遊泳だった。宇宙飛行士を退職後、2011年にカナリア諸島で行われたスタームスフェスティバルで彼はリビジティングハプルと題する講演を行い自身の経験を伝えた。この講演はストムス 50 years of m a n y in space という書籍となり、出版されている。2016年のスタームスフェスティバルで、ニコリエ、ラッセル・シューエイカートとアレクセイ・レオーノフ・ニコリエは、様々な受賞や名誉を受けている。メキシコのモンテレー出身のスサーナ・ナペリッツと結婚したが、彼女は2007年12月に死去し、家父となっている。二人の娘、マヤとマリーナがいる。ありがとうございます。